配下という言語が使われなかった理由は当時の日本が緊張した国際情勢に直面していたからというお話でございました。言語を見れば歴史がわかる日本史言語物語、飛鳥時代の次は奈良時代の言語を見ていきます。はい、奈良時代といえば奈良の都平城京が置かれた時代ですけど、あとはね、東大寺の大仏が作られたりしましたね。この奈良時代の言語で特徴的なのが、うん、珍しい自然現象による改元がとても多かったことなんです。はい、さっきも言いましたけど、飛鳥時代にも大化の次の言語は真っ白な珍しい生地が見つかったということで、白い生地と書いて白地という言語になったみたいですけど、他にもね、空に、五色の雲が現れたのをきっかけに、慶雲という、ね、言語に改元されたらしいです。慶応大学の慶にね、雲となっています。まあ、野球ファンでいうと井川慶の慶、弁慶の慶に、白い雲の雲ですね。